原、ブチギレ。巨人原辰徳監督64が24日の広島戦松田で、珍しく怒りをあらわにする一幕があった。場面は0-3で迎えた8回の攻撃。1点も奪えなかった相手先発オーセラーが7回で降板し、2番手の島内から先頭打者の代打中山が中前へポトリと落ちるラッキーなヒットで出塁した。次打者で途中出場の若林の打球は相手一塁手動林のミットを弾き、右前へ減速しながら転がった。一走の中山は二塁で止まり、チャンスは無視一、二塁と広がったわけだが、ベンチの原監督はこの走塁に不満を抑えきれなかった。ラバーを右手でぶったたき、二塁塁上の中山の方に向かってなぜ三塁まで行かないんだと言わんばかりに腕をぐるぐると回し、激しい口調で何事かをつぶやいた。怪我しかしてない梶谷には愛してるで中山の走塁ミスにはチクチクだもんな、そら選手は萎縮するわ。腹が切れる意味がわからない、あれでサードなんか行ったらダメだよ、腹は何もわかってない。中山の走塁なんかより丸中谷をこれと言いたい。中山のはスローで見直したけどセカンド直前でスピード緩めて後ろ確認しちゃってるな、コーチは腕回してる。コーチの方を見なかった中山のミスって感じだな、そりゃ必死にヘッスラスルー。ベース踏んだ時に曽根が取ってるから止まらなきゃサードでアウトだよ、中山の判断は正しい、3点差だぞ、しかも秋広岡本。コーチ腕回してたけど中山が見てなかったんでしょ。コーチがアホすぎたな、中山に感謝せいよ。あんな前で取ったのに三塁狙いはギャンブル、広島のライトはウォーカーや梶谷じゃないんだよ。テントランストレスを中山のボンミスで当たり散らして発散してるだけにしか見えないのがね。中田は怪我してから別人になっちまったな、中途半端であげるべきじゃなかった。本当は勝てがちょっとでも何かあるとピーピー騒ぐのな、うもっと何億ももらってる奴らに言えよ。切れるんなら秋広先頭ツーベースからの4号6番だろ、ありえんわこいつら。最後までご視聴ありがとうございました。皆様のコメントお待ちしております。